日曜日の20時になりました。香川のグルメのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計353店舗目のお店の紹介となります。で、今日はさぬきうどんではなく香川のラーメン屋さんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで今日向かっているのは香川県高松市にある三ツ矢の里さんの方へ向かっていっております。それではこの三ツ矢の里さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.35 点、そして Google の点数が 3.9 点となっています。営業時間は11時から15時までで、夜は17時から20時まで、定休日は毎週日曜日と木曜日の夜となっています。交通手段として車の場合、駐車場が約10台分あります。最寄り駅は岡本駅で 4.3 キロ程度離れた位置。おすすめは中華そばと焼き豆腐のおでんです。視聴者さんからの行ってほしいっていう要望がものすごく多かったお店。軽トラが突っ込んでる外観のインパクトもとても強いお店となってます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。刺さっとるじゃないですか。もともとその実行で屋台、あ、屋台、屋台だったんですよ。はい、最初は小屋だったんですけど、車の移動できるタイプに変えて、はい、今でいうサンポートの方で屋台を出してたんですけど、 これで出しとったんですね。そう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 、へえ。でそのこの前の道が、はい、当時まだなくて、あ、そうなん、それができて、はい、でじゃあこっちで商売しようかっていう話になって、その名残をそのまんまあ、これでやっとったからもうこの初代がそのまんま、いや面白い、いやこれすごいですよねと思って、ありがとうございます。いい。それでは入店していきましょう。こんにちは。入り口右側がトラックが刺さってた方なんですけど、運転席より後ろの屋台部分もそっくりそのまま残ってました。注文いいですか。味噌カレーの中華そばの小と、はい、あとおでんの豆腐、はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。すごいですよね。屋台の軽トラがそのままお店の中に入り込んでいるっていうような状態です。そしてこちら側にはテーブル席、そして座敷席も揃っていて、ショーケースにはおかずがたくさんありました。はい、ありがとうございます。それではいただきます。まずはスープからいただいていきます。
スープはカレーも味噌もちゃんと主張している絶妙なバランスの辛さ控えめなスープでした。味噌ラーメンのカレー風味って感覚に近いかもしれません。マイルドな味噌にカレーのスパイシーが美味しいです。麺は中太の縮れ麺でスープがよく絡みます。自家製の手もみ麺ということで、なんか野菜の雰囲気もすごく感じました。チャーシューもいただきます。厚みもあってしっかり噛み応えのある、噛むたびに味の出るチャーシューです。端っこ部分の脂身はじゅわっと甘みが出てきて、ここもまた美味しい。それでは焼き豆腐のおでんもいただきます。これめちゃくちゃ美味しいです。とろけるように滑らかできめ細やかな口当たりです。豆腐自身がとっても美味しいんですけど、これ味噌も美味しいんですよね。豆腐の切れ目から辛子味噌がよく絡んで、濃厚な甘辛さがシルキーな豆腐にとても合います。辛子味噌だけじゃなくて、ラーメンの醤油ダレもタレとしてつけてくれてて、二重に深みが出て、これビールとも絶対に合う味です。動画にしてほしいっていうお店の方や、行ってほしいお店がある視聴者さんは、ぜひ概要欄に載せてある SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして三ツ矢の里さんの中華麺食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録お願いします。友達や同僚に中華麺好き香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことおすすめしていただけるとすごく嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。気になる外観から入ってみれば美味しい料理が出てきました。中の雰囲気もちょっと昭和っぽくて落ち着くお店です。食べに来てるお客さんも常連さんが多く見えて、それだけ地元民にも愛されるようなお店なんだってわかります。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。トカレーのショーと豆腐です、ね。そうです。670円になります。はい。じゃあどうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。何も言えなくて黙ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さ、競争した。